ついてるね、ついてるよ、ついてる、たまみんついてるよ。もうめちゃくちゃです。ついてるたまみんでございますよ。はい、皆さんお元気ですか？なんかあったね、そんなの。まあいいや、そんな感じのついてるたまみんさんでございますよ。ヘイヘイホーも言ってないぞ。いいのか。はい、普段僕は大型トラックで長距離のね運転します。はい、それでロードムービーみたいに撮ってるんですけどね、うん、でたまにはこう乗用車からこうやって、今日もね乗用車ってこれ見えます？おベンツさんねから撮ってたりとかね、あとはお家だったらルーパールーパーさんの前でパペット使って、うん、スピリチュアル系を語ってますね。趣味はサーフィンです。あと車好きです。はい、そんな感じの昔はチャラいって言われました、ついてるともみんさんです。何を言ってんのか。まあいいんですよ、いいんですよ。はいはい、皆さんね、僕思ったんですかね、今日24でしょ、22日の斉藤ひとりさんのブログでね、うん、幸せにねなる、そうで権利じゃないよって、私は幸せになる権利があるよって言う人いるよ、たまに。権利じゃなくてね、本当は義務なんだよ、うん、なんでかっていうと神様とね、私は幸せになりますって約束してきたから、うん、そうだから権利じゃなくて義務なんだよ。でこれね、すごい簡単なことなの。誰かをね幸せにするのって難しいじゃないですか。だってね、相手がいることだからわからないでしょ。でひとりさんのそのブログに書いたってことは、世界中の人が自分を幸せにしましょうって、そう、そうすると何が起きますかって、そうすると世界中の人が自分を自分で幸せにするんですよ、みんなが。そうすると世界中が幸せになりますよね。すごくないですか？ってことは、あなたの使命は何ですかって言われたら、幸せになることです。それはどうするんですかって、自分で自分を幸せにしてあげたらいいです。わかりますよね？自分が一番幸せだなって思うことなんて言って、それをしてあげたらいいんですよ。それがあなたの使命です。使命がわからない人。はい。自分は何のために生まれてきたんだろう、私の使命って何だろうって思った時に、わからないじゃない、わかる人はわかるだろうけどさ、そう、俺も何のために生まれたのかななんて思う時あるじゃない、僕もありますからね、うん、その時にね、あって思ったのはこれだったのよ、答え、うん、そう、これも普段ほら雨の見流れ様お助けいただきましたありがとうございますとかさ、言葉も唱えたりとかしたりとかしてるわけですよ、私はね、うん、あと新オルサシの言葉もバーッと言ってたりとかね、最近はね、お不動様のノロクサマンダーバータルダンカーセンターマーカラシャーダーソーダーミタルダーカンマンもやってる、そう、新オルね、朝ね、家出る時これやってくるんですよ、これ3回唱えてたから調子いいっすよ。そう、で、話がそれだね。そうだからね、自分を自分で幸せにするできるでしょ、これなら、うん、だって自分が幸せだなって思うことを自分にしてあげればいいですから、そうしたら自分を幸せにしたことになるでしょ、ね、そう、いや神様との約束なんだったって、幸せになりますって私はってなっちゃったじゃない、そうで、あなたの使命は何ですかって、幸せになることです、権利じゃなくて義務なんです。すごいじゃないですか、このひとりさんの話、ひとりさんの斉藤ひとりさんね、うん。そう、これの話で僕はこれいいなと思って、これ動画にしようと思ってね、うん、で、ここのとこね、なかなか長距離に乗れてないので、そう、で、明日はね、スタープショップの忘年会じゃない、忘年会が終わったね、新年会があるので、静岡に行けないのもね、ね、母上様のところにね、だから今日今行ってしまおうと思ったら、まあ明日仕事ですけどね、でもいいんです。買い物して帰ってこようかなと思っておりますね、そ
で撮れたらいいなーなんて思ってたら今撮れちゃいましたね。これも引き寄せの法則です。ちょうどいいこの車間で走れてるし、ちょっと遅いけどねスピードね、高速撮るのは今何キロかと言いますと今ね70キロ出てないですね、これね。まあいいんですよ、もうちょっとね、本当は80キロ、90キロぐらいで走るのが一番いいんですけどね、楽でね。まあ右側車線でね、ビーって言ってもいいんですけどね。ちょっとやっぱり最初は自分、そう、自分をね愛してあげない限り人には人は愛せないよ、やっぱり。そうだってさ、自分がいっぱいじゃないのにさ、自分の器の中にいっぱい何にもこう愛が入ってないのに人に愛を与えようだってできないじゃん。だって愛がないんだからでしょ。だから自分を愛してあげる最初にね。で愛してあげるとどん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 自分の心が満たされてって溢れ出すから、その溢れ出したのを相手に初めて与えてあげるの。そうしたら相手の人にも愛が伝わるよ、うん、って思ってるんだ私はね。そういう考えで生きていきますよ。そうだからいいのよ、自己満足で、うん、自己満足で生きなかったら自分が満足しないってことでしょ。だから自分が思った通りに生きていけばいいの。思った通りっていうのはだからそのいつも言ってる魂で考えるってことだよ。それが難しいんだよねって言われてしまったのね。だからもう一人の自分から自分を見る感じ、うん、って言ったらいいのかな。そうだから自分がさ、なんていうの、どう言えばいいかな、なんかこうやりたいなって思うけどそれって違うよね、 やったらダメだよねって、あの悪いことじゃなくてね、あれだよ、例えば何かほら本当はこうしたかったんだけど、ああしたかったんだけど、でも社会がこうだからこうしてるっていう話とかあるじゃない。それはもう完璧自分の魂ではないよね。そう脳で考えて動いてるってことでしょ、うん、僕も本当今までずっとそうだったんです。でもね脳で一生懸命考えてて答え出すと結局ね苦しくなっちゃうんですよ自分で。ああこれ違うなって思っちゃったりとかして、うん、そうなんでね最近はもうだからそのハイヤーセルフ、そう高い位置の自分ですよ、一番調子が良かった時の自分、そうその自分の時だったらどうなんだろうっていう風な考え方に変えたの。そうそれで初めてそれから脳に考えをどうなのこうなのっていう判断をするように考えるように変えたの、考え方を変えたって言ったの、うん、そう。そしたらもうすごいね、行動力が速くなった。そうパッて頭で思ってこれやりたいと思ったらそれやってみるのもあるの。そこでガタガタいろいろ考えるとろくな答えが出てこないからさ、うん、そこで考えずにもうとりあえずやってみる。そうやってダメだったらその時に改良する、うん、っていうやり方にしてる。なんか随分と話が深くなってきましたね皆さんついてきてこれも引き続いて来られていますか、もうそうですよ。
こうやってやっていこうかなと思ってます、僕は。はい、そんな感じでのついてるフォーミーさんでございますよ。喋られてないぞ、大丈夫か。はい、大丈夫です。そうだから YouTube もそうなの、うん、やってて楽しいからあげようと思ってあげてるんじゃない。これはさ、やらなきゃいけないって思うとやれなくなっちゃうじゃない。俺それは嫌だから、だから自分がこうパッと思った時にあやろうってピッてあげてる。それがなかなかね、あ今これ家は絶対バーって言えるのにっていう時にやんないと、あれなんだっけってなっちゃうんですよひらめいたやつって忘れちゃうんだよね。メモっといてもさ、結局メモっといてもこれなんだっけってなっちゃうんだよ。その時にアウトプットしないと、うん、そう、そういう環境に早く自分を、まあ、そういう環境にいられる自分になりたいなと思って、いつでもこうアップできるようなさ、そう、そういうことです。そのためにはまずはどうしたらいいかというと、うん、自分の思った通りに行動するってことですよ。そうするとね、自分で思った通りに行動するとすごい気持ちいいですよ、うん、自分も強くなるしね。そう、自分が思った通りにやってるから自分も幸せじゃん。あ、俺できたって俺すごいって言えるじゃない。そう、自分もすごいっていうね、言葉も言った方がいいんだって、うん、そうするとすごいことが起きるんだって。俺はすごい、あなたもすごいって言ってるとすごいって言われることが起きるから、これ引き寄せの法則だなって、うん、皆さんそんな感じでよろしくお願いしますよ。ついてるともみちゃんでございました。もう言いたいことがね、いっぱい出てきちゃうんですよねごめんなさいね。だからね、こういうとこもまとめて喋ればいいんだろうけど、まとめてやるとね、まあいいや、まあ、前はね、最初の頃一回まとめてやったことがあるけど、そうするとね、その後ね、動画見返してもね、面白くないんですよそう、そんな感じ。あー、ほら、またベラベラ喋ったら12分経ってしまいましたよ。なんで、もう最近時間もあんまり気にするのやめたんですよ。はい、その方が楽しくできる。そう、だってさ、僕はあれでも、明るく楽しく元気よくをモットーにしてやってるんだから、それができなくなっちゃったらね、ダメだから、それでいいんです。それでやっていきますんで、これからもよろしくお願いします皆さん。はい、この動画をご視聴いただきまして誠にありがとうございます。こんなんですが、よろしくお願いします。チャンネル登録まだの方ポチッと押してくださいね。ついてるともみんさん大学、大学出ちゃった。これね、入学すると、入学ってポチッと押すだけですよ。そうするとね、ついてることも起きます。なぜかというと、僕がついてるともみんだからです。はい、この動画をご覧くださいました皆様に、全ての良いことが流れのごとく起きます。いいことあるぞ、あ、ついてるともみん、すごいですね。ところジョージです。そんな感じのついてるともみんさんでございました。はい、またね、帰り動画上げれたらあげますんで、皆さんよろしくお願いします。じゃあね、バイバイキー、ウィンウィン。